カレンダーを作ろうと思いまして、マッパカレンダーを素敵な七夕。七夕ビジュアル系バンドみたいになってるから。メガネ欲しい。メガネ欲しいっす。 OK ですね。 OK。よし、あと3ヶ月。よし、終わる。いけるいけるよ。いきます。うん。世紀末的な。おお。もう人形やん。そっち。でもやっと違うジャンル来たよ。そうですね。北斗の拳だよ。花見。花すげえな、どんな花見だろうな。地しぶきは花吹雪みたいな。T シャツ脱いでこう振り回してさて、俺振り回してます。正義末的な、うん、正義末的な花見。うん。ソウル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 。男が燃える。あの刑事歌角田さん、歌唱角田さん。それまあ 花見みたいなもんだよね。正義的な花見。いいじゃない。めっちゃ分かりにくいけどね。桜をどうするか。桜はもう片付けにします。つわものたちがこう、そう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 。死んだやつが外に浮かんでるみたいな。あ、いいじゃん。こういうやつにします。なんでこれ、あれ、じゃあ顔だけ別撮りにする。そうした方がいいんじゃないですか。ここに並んで、うん。はいはいはい、あ、ごめんなさい。ナルトのあれみたいな感じ。いや、もうここで、うん、僕、あの北斗の拳とか、うん、ああいう感じでここに並んで、ここになんか死んだやつ、なんかこう、なんかこう、それもどうします。加工にします。別にします。それとも今なんかここでポーズ取って薄くしときますか。うん。あ、じゃあこうしときます。俺死んだやつ。お前は死んでるから。俺死んでる。で、俺はここで今どうして、俺映ってる。お前映っててもいい。映っててもいいって、どういうこと映っててもいいってなんだよ。まだな。そこ確認してんだろうな。大丈夫かな。ファームケージとかだったら眉毛太くした方がいいのかな。そこの過程が重要かなと思って。映ってなくてもいいんだよね。後でここで出したいもんだって。俺、あ、だから、ね、ああ、で後でよ、なんか多分、あ、いいよ。はいはい。めっちゃあの感じ出したいな。あのタッチ出したいな。オッケー、ありがとう。よし。笑ってみて。あ、そうだ。オッケー。握るなやつ。はいはいはい、握るなやつでしょ。これは4月。4月楽しいな。4月面白いかもしれない。よし、あと3ヶ月。2ヶ月。あと2ヶ月。あと2ヶ月。終わるよ。なんとか。なんとかね。さあ、うん。あと2つですよ。